はい、皆さんこんばんはですね、あちでございます。いやお久しぶりですね久しぶりに、リアルユーロトラックシミュレーターですね、やっていきたいと思います。四国に向かってます。言ってたと思うんですけどもね、今四国の方に向かっておりまして、梅田ですね。梅田を越えた野田阪神前でいいのかな、これ。そうですね、国道2号線です。もうね、久しぶりに夜の梅田を走ったら、もうタクシーすごいですね。あれ、これ曲がるの？はい。これを越えて曲がるのね。いや、今回はね、ちょっと高速乗っていこうと思ってます。え？あ、エビ？ごめんなさいね、ちょっとね、もうわけわかんなくなってます。あ、エビエかな。あ、エビエランプ前って書いてますね。こっから乗っていこうと思います。いや、梅田タクシーすごいですね。もう一車線塞いでて、なんか警備員さん出てましたよ、国道1号線梅田新道かな。いや、もうなかなか走りにくかったですけどね。まあ私も久しぶりに夜、もう車乗るの、車はね、がっつり乗るのがもう今回めちゃくちゃ久しぶりですね。車は昨日乗りました、久しぶりに。これまた昨日 ETC カードをね、私ね、ETC カード作るの忘れてましてねいや、走りました、走りまくりましたね。はい、あ、なんかテクニカルなこと言ってる、これ言ったんね、合法なのかな、これ。いや、Google 先生たまにね、 U ターン禁止のところでも U ターンしなさいって言うんですよ。なのでちょっと気をつけないといけないなと思いまして、で、まあ、ETC カード無事、これ U ターンしろ言ってんでしょ。 U ターンです。いや、無理です、左方向入り口です。こんなの U ターンできないので、この角度うちいくら軽でも U ターン無理なので、一回ぐるっと回ってきましょう。コンビニ入ってね、行っちゃうとコンビニさんがコンビニさんに悪いんで、これ左行けないかな。ここはね、走ったことあるんです、私も。これは両面ですよね。ちなみに今23時ぐらいですね。あ、行けた行けた。すごい道走ってますね。高速乗ってから話しますわちょっと自信がない。うわ、何この道。その先、左方向、はい、入り口です。はい、了解です。ETC カード入ってますね。よいしょ。あ、皆さん U ターンするんだね。まあ、標識出てなかったんで、 U ターン禁止のね、展開禁止の標識出てなかったりしてもいいとは思うんですけど、万が一ね、あそこパトカー止まってましたしね。うん、うわ、緊張する。初めてのカードで ETC です。おお、来た。ちなみにね、阪神高速高いんですよね。だから乗るところすごい悩んだんですけど、神戸線なんですけどね、環状線で走らされそうになったので、もうあ、高くなると思ってね、多分月見山ぐらいまで行こうと思ってます。今回はね、瀬戸大橋を通っていこうと思うんですけど、夜間割引、0時から4時の間の 30% 引きで行こうと思うので、もう高速で。で、ただそのこの阪神高速代は 30% 瀬戸大橋で 30% 浮いた分で補填できるかなっていう気もするんで、それで行こうと思います。うわ、阪神高速乗るの久しぶりだわ。何年ぶりだろう。5年ぶりぐらいですね。そうそう、おじさんが亡くなった時、確かね、阪神高速乗って帰ったらね、びっくりするぐらい高かったんで、二度と乗るかと思ったんですけど、まあ、今回乗りましたけどね、5年ぐらい経って。いや、もう時速60キロなんですよ、阪神高速って。
尼崎東で左の三車線目がなくなるんで、まあ、天日がって言うんですけどね、まあ、言わないか、いや言うよね多分ね。いや久しぶりだわこの不定期枠で、なんでしょう、そうそう ETC カードをね昨日作りに行ったんですよ。すごいですよね、ETC カード即日できました。セゾンさんのカードでね、インターネット調べるとねいろいろあるんですけど、まあでも即日っていうのは審査が通るのが即日とかそんなんで、あれほんとインターネットの情報もね詐欺に近いなと思いますよ私は。即日、まあそら審査は即日かもしんないけど来るのが郵送だったら意味ないじゃないのっていうね。まあこれまだもうちょっと左行けるね、もうちょっと左行く、怖いわっていう感じで、いろいろ調べてたらですねセゾンさんがやってるよと。それもねあれもちょっと汚いな思ったんですけど、セゾンさんのね公式のドメインなんですよ。公式のドメインなんだけども公式を気取ってないんですよね。なんかさ第三者が書いてるよみたいな感じで書くんですけど、でもドメイン見たらねセゾンカード COJP だったかな、なんかね、わあこれ公式じゃねえのって思って、で読んでると細かくやり方書いてて、で店舗受け取り、そういう店舗があるんですね、カウンターかな、そこで受け取りにしたら即日で、最短即日で ETC カードが発行できます、クレジットカードと抱き合わせねっていう感じでね書いてたんで、いやいいやって思って読んでたら、まずウェブでやりなさいよで受け取りを店舗ETC カードをなしにして店舗受け取りにして店舗でもらうという手続きしてくれたらいけますよって書いてたんで、じゃあっていうことで早速、でもなんかね読んでると5分ぐらいでできるよって最短5分って書いてるんですけど、でやったら全然来ないんですよねメールが、受付のメールが来たんですけど全然来ないもんですから、なんでしょうねなんて言うんですか、もうやきもきしちゃってね。でも1日またいで夜にね、まあ、夜もちょっと遅かったんであれなんですけど、夜にインターネットで審査を、まあ、申し込みして、次の日昼になっても来ないのよね。まあ、私やきもきしちゃってね、もうこれ店舗行こうと思って、で店舗もねなんかね即日渡せる店舗と渡せない店舗があるみたいで、うん、だからもうね何年何月何日で辞めましたみたいなね待って、まあ危なかったんですけど、でまあ大阪だったらその何です、元エキスポランドのあとララポートエキスポですかね、あそこのカウンターで行ったら行きました。ただ私もね、いやこれインターネットとダブっちゃってんだけど大丈夫ですかって言ったら、あ大丈夫ですよって言ってやってくれました。すんごい丁寧にやってくれました。いややっぱりね友人がいいね私は無人にする方の仕事してんだけどすると電話がかかってきましてね、審査がなかなか審査通ったっていう電話がメールが来なくて、すると電話かかってきて、なんか2件あるんですけどって電話がかかってきて、あ2件あるんですよって言って1件キャンセルしてください、インターネットの方はキャンセルしてくださいって言って、いやーなんかね最近本当に外界っていうの外界っていうんでしょうか、外の人と交わってないもんですから、いつも同じね顔見知りと交わってばっかなので、もうねもう私のマジックポイントがゼロになっちゃいました。何これ、あ違うのか、あびっくりした、工事してるのかなと思っちゃったけど工事してるよねもうね久しぶりすぎてねおかしなこと言っちゃいそうなんですけど、まあ、おかしなこと言ってると思うんですけどご容赦くださいね。右側が潰れたね。でまあそれでやってもらいましたね。いやだから昨日はねもうなんかね丁寧にやってもらってすごくね助かったんですけどね、助かったんですけど
話を聞いて理解するまでにすごい時間かかっちゃうね。横でやってたおじいちゃん、私よりもおじいちゃんの人の方が早かったもんね。だからやばいね、もうこれ私本当ボケるね。息子も連れて行ってもらって、息子についてきまったんですよ。息子に助けてもらいまくりましたもんね。いやー本当ね。しかもなんかキャッシュバックで2500円か、キャッシュバックがありますんで、そこのララポートで使ってもらえれば、あの半年以内から請求来ませんのでって言われてね。でもその日のうち、あ、これ出口になっちゃうんだね。ごめんなさい、危ない危ない。でその日のうちにということで、あの息子にね、ついてきてもらった息子にお昼を持って、なんか天丼ね頼んだんですけど、1400円300円ぐらいしてましたけど、まあいや、いっときいっときいう感じでね。ただあのショッピングモールの、レストランの方ではなくて、レストラン街というかね、大体分かれてるじゃないですか、フードコートとレストランと。そっちレストランの方じゃなくてフードコート行ったんですが、もうなんかフードコートでもフードコートの金額じゃないね。この値上げの嵐ね。もうね、もう800円、最低800円ぐらいですよ。
怖い。あの右側2車線なんか行っちゃダメだわ。怖くてよう行けない。あ、でもね、これほんま ETC なかったらね、金額すごかったんで。ちなみに ETC があればね、夜間深夜割引使って阪神高速使っても7000円ぐらいですよ。軽は安いですね。あ、でもね、多分ね、九州行く方が安いですよ。今回伊予西条っていうところまで行く予定にしてるんですよ。あの道の駅があるんですかね、温泉のある、そこに向かって行ってますので、でそこで温泉入って、でその後あの天の川をね、私まだ諦めてないんでね、まあ諦めてたんですけど、今回天の川を見たいと思うことで、やろうと思います。なのであの UFO ラインってあるんですよ、石槌山系をぐらっと回る、結構高いところ始めてね、あそこだったら見れるんじゃないのかなと期待してるんですけどね。いや天の川死ぬまでに見たい、本当に。いや私子供の頃見てるはずなんですけど、別に興味なかったんでね、子供の頃に天の川、宇宙は興味あったんですけど、天の川っていうのに興味がなかったですね。なので今はすごく興味があるんで、もう視力悪いと、視力が悪いのと、今あのやっぱ光害でね、あの光の害の方ね、光害で見れないんですよね。もう何です、ちょっとした山の中行っても見れないんで、なのでそれをなんとか見たいなと思ってます。もうね、私今ね体調良くないんですよね。あの精神的なもんとか内臓的なもんはおそらく大丈夫なんですけど、外部的にね、あの言ったと思うんですけど、ちょっと前に自転車で大手あの転倒しましたんで、ほんでそれもねお酒入ってた時にあの転倒しちゃいましたんで、あちょっと今まずいかなと思いましたけど、もういいや。深夜ね、あのやっぱお得意先とね一緒に仕事ずっと遅くまでやってて、なら私も今回ね、あの冷蔵庫、ポータブル冷蔵庫というのを買ってまして、それをね、今回のために買ってまして、試験がてら、試験がてらに、やっぱりね、酒買っちゃって入れちゃうんですよね。で、ね、お得意先の方にちょっと、お金立て替えてた分を引っ掛けの渡さないといけないんでって言ったら、満札しかなかったので、崩そうと思ってスーパー行ったら、やっぱ酒で崩しちゃったんですよね。お客さんの分も買って。なんで、仕事がまあやって終わって、だからちょっと軽くやりますかって言って軽くやったがダメだね。もうお客さんもノリノリになっちゃって、ちょっと買いに行こうかってなってね、買いに行った先が飲み屋さんだったんで、そこでたらふく飲んで、ほんでもう記憶が吹っ飛んで帰ってきたら、もう帰ってる時にこけまして、それで全身落ちましてね、特に右半身打ったみたいで、股関節おかしいですね、痛いです。なのでそんな状況なのでね、なのでね、初め友人はハイキングしよう言ったんですけど、断りしましたね、無理ということで。今多分本当だったら今回も調子にしないといけないって多分お医者さんだったら言うよっていうような感じだったんで、だからもう右足をね動かすと痛いんですけど、歩くぐらいはできるんですけどね、もう走るのは無理ですね。であといかに日頃右足を使ってるのかっていうのが分かりました。おかげでね右半身が痛いんで、左肩の肩甲骨が痛かったのが吹っ飛びましたね。やっぱこっちの方が右の方が痛いから左のことを飛んだんでしょうね。ただ左手
手がしびれるのは取れませんでした。未だにしびれます。なので痛みだけが緩和されたようですね。まあ、そんな感じで、今回向かっておりますのでね。それにしても本当みんな飛ばしますね。まあ、今の車は性能がいいから出るんでしょうけどね。あ、そうそう。なんでそんな体の話したかというと、私多分ね、おそらくですけど、そう遠くないうちに土に帰るような気がします。縁起でもないこと言ってますけどね。いやー、やっぱりちょっとね、運動不足もあるんでしょうけどね。あー、やっとゆっくりな車が出てきてくれた。トラック大好き、本当ね。もう今日は仕事早いな。早いな、早いな。やっぱり高速は信号ない分。京橋よ。でも京橋寄らないともう止まらないもんね。ちょっと道調べたいんですけどね。加古川バイパスに行くためにちょっと京橋入りましょう。してるっていうのはもう否めない事実だと思いますね。昨日も思ったもんね。もう言ってること、言われてることを聞いてね、そのカードを作ってる時に言われてることを聞いて、ああなるほどって理解するのがね、やっぱり時間かかっちゃってるんですよね。それとあとやっぱり体がね、もうでもね、なんかね、性の執着がそんなないのかもしれないですけど、いや分かりませんよ。ただもう本当にね、もう死ぬ寸前とか、不治の病とかなったりした時に、うわ死にたくないって思うんでしょうけど、今はもうなんかね、もうなんかちょっとね、もう自分の体を無茶させすぎた気がしてね、もうちょっとおいとも上げたいような気もするのよね。もうなんかね、すごく自分の体にね、お礼を言いますもんね。ああお疲れ様でしたってね。なんか自分の体が自分の体じゃないみたいな感じですけど、本当によく今までやってくれた。だって私もほんま顎関節症ですしね。もうここ5年ぐらい顎がもう、今までなんとか筋力とかでなんとか生きとったんでしょうけど、若さで問題なかったんでしょう。5年ぐらい前からね、もうなんか、あこれ骨当たってるなっていうような感じで顎を動かすとゴリゴリ言いますね。手術すりゃいいんでしょうけど、なんか顎関節症ってもう完全に治らないようなことは聞いてるんで、あとはね、手術も前もネットで調べたんですけど、それほどなんか画期的な手術はないみたいな感じで聞きますしね。うわ、工事やってんのこれ。こんなとこで工事やられるとちょっと怖いね。大丈夫かな。合流がね、京橋って合流めちゃくちゃ短いんですよ。だから右側を塞がれて合流なんかしようもんなら、正直めちゃくちゃ怖いんですけどね。60、70になったら多分もう私自我ないよ。きっと